レジェンドレアにするという最後の戦いに挑む。レジェンド、いやー、ついにか、レジェンドめっちゃワクワクするわ。もう早くね、使ってみたくて、いや最初はね、虹にしてからレジェンドにしようと、LR にね、しようと思ったんだけど、もう先に、飛車、いや、ワクワクしてきた。先に、ちょっと、もう待ちきれんから先にして、まあ、後でゲットしてから、虹にはしようかなと思っている。とりあえずこれで最後の戦いだから、これで全部集まる。70、35、35、70集まり、ついにブロリーが LR に。いやー嬉しいなー、 LR ブロリーだ。で最後ちょっと戦うぞ。でもまだね、覚えてないんだよね、あのブロリーのパッシブとか覚えてないから、先にやらんと、あの先にその覚えなきゃいけないという、暗記をやらないといけないという、あ、まあ忘れたらその場で 見ていけばいいと思うんだけど、すげえ楽しみだな。ボジータ、ダメかな。ごめん、ブロリー。すまん。すまん。よし。まあ、ボジータか。ロジェいいや。じゃあまあロジェ。ブロリーをすまん。でも倒さないと LR にできないんだ、ブロリー。すまねえ、ブロリー。ブロリーすまん。あと俺ロゼも手に入れたいからな。ロゼのガチャもやってんだよね、ロゼガチャ。あ、でも同じガチャだからさ、出てきてくれる可能性もあるけど、でもやっぱ先にブロリーだよな。ブロリー先にやらんとな。あと LR のフルパワーのブロリーの準備もせんとな。 LR LR レジェンドレアのさ、ブロリーフルパワーっていつくんだろうね。っていうか、なんか調べたんだけど全くなんかその気配がないよね。情報とかもないよね。 LR 来ないんかな。え、まだ来ないってことあり得る。 LR ブロリーのフルパワー、今回チライとレモとさ、3人1体3人のさブロリーだったけどさ、え、ブロリー来ないんかな。すげえショックなんだけど、ちょっと待って待って、フルパワー来ないんかな。頼むぞ、フルパワーブロリーのさ。てか今回のガチャでロゼと LR フルパー、 LR ロゼとさ、 LR フルパーブロリーがさ一番俺的には熱かったんだけどね。まあ、正直ね、まあ、可愛いけどね、今回のブロリーのイラストもすげえ可愛いけどさ、あの祭り方がこうチライのさ真似をしてこうポーズ取ってめっちゃ可愛いけどさ、やはりそこはな、フルパー欲しかった。あれがさ変身してフルパーになったらよかったんだよね、あれが。まあ、それはそれでいいけど、なんかもともと変身してもらったと思った。何回見てもかっこいいな、これ。最後の君が超かっこよくない？アップくるやつ、すげえかっけえ。トレーニングくない？さっ。最後にこのフルパワーマッスルブロリーを倒して。ごめんな、ブロリー。倒したくないけど、倒さないと、LR にできないんだ。まあ、ブロリーのためにブロリーを倒すから、ブロリーも許してくれるだろう。このクロス、やぶを来た。何回でもかっけえよな。燃え上がる、このクロス。よし、これで。溜まったぞ !70 溜まった !70 溜まった、来たー、ついに、ブロリー LR へ進化するときが来た。まずは、このブロ、いや、つかさ、これもかっこいいよな。ガタイでけえなー。この黒のさ、あの、スパッツっていうのかな、このスーツいいよね、上のね、黒の。めっちゃかっけえ。やっぱマッチョこういうの着ると似合うんだよな、ピチピチのな。ブロリーの骨格もできるじゃん、ブロリーな。素晴らしい。これもイラストすげえかっけえんだよな。ま、とりあえず行きますか。第1弾。おぉ、独眼覚醒を行いますか。もちろん。OK。きたー。この時点でかっけえもんな。もうこれで溜まってもいいレベルだわ。めっちゃかっけえ、独眼覚醒ブロリー。で、修行をしまして、マックスに C の覚醒35777。ブロリー、ブロリー、
カカロッティにベジーティ。きたー、やべえ、ついにこの時この瞬間が来てしまったぜ。いくぜ。それではポチリス、独感覚醒を行いますか。まあ虹は後から虹にするから、まあ、とりあえず先に独感するわ。独感覚醒、めっちゃ可愛いね、やっぱブロリーな。チライブロリーでも。まあフルパワーじゃなかったけど、やっぱこれはこれでいいよな。これはこれでいいよな、もうでけえがたい、ブロリーの。表情も可愛いよね。ブロリーが一番可愛いっつ。やったぜ、ゲット降臨殿。で、技レベを、技レベをちょっとマックスでしょ。技レベルをマックスに。よし、オッケー、これで技レベがマックスと。で、あとはレベルをマックスにして背中。よし、レベルをマックス。よし、あ、そういえば俺まだ技とか見てないんだ。取得気玉1個につき自身のアタックとディフェンス 15% アップ&取得待機玉2個以上で、取得気玉1個につき、さらにアタックとディフェンスアップ。めっちゃアップすんだな、このブロリー。気力プラス2&取得即または力気玉2個以上で、味方全員のアタック 39% アップ。&取得気または地気玉2個以上で、味方全員のディフェンス 39% アップ。で、取得気玉7個以上で必ず敵の攻撃を回避。この絶対回避いいよね。7個以上で必ず敵の攻撃を回避してくるということか。よし、じゃあ早速使ってみっかな。初ブロリー、 LR ブロリーを使う、めっちゃ楽しみだわ。でもあれだ、ブロリー使う前に戦闘終わらせないようにしないとな。ちょ、スタミナがねなくてさ、ちょ、回復しようかな。一回使おうかな、石回復でやれば。まあ、きたー、初ブロリー、初ブロリー、初 LR ブロリー。うお、めっちゃ若くする。初 LR ブロリー、きたー。ちょっと技見たいよね、ほんとね。でもちょっとこれ、先に攻撃せんとブロリーで終わるな。締められるな。まずちょっと、行くか。うおー、ブロリーいいね、背中、広背筋が見えてる。めっちゃかっきゅうじゃねえか。で、まあいいや、とりあえず、もうブロリーをね、まず必殺技を、見るということで。どんな感じだ、おい。おお、3人が活躍すんだね。最後のブロリーの顔めっちゃ可愛かったな。チライも決め顔良かったね。ああ、こういう感じなんか。ほう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 。ちょっと待って、もう一回見てえな、あれ。まあまあいいや、とりあえず、うん。まあ、こんな感じで、ブロリーを LR にできたということで。いや、よかった。あと虹にするだけだな。あとはブロリーを虹にして、終わりということで。あとね、LR にしたいやつがたくさん、俺まだしてないやつたくさんあったんだよね。LR に、ドッカンしてないやつたくさんあったから、そいつらをね、全部 LR にしていこうかなと。ということで、今回はブロリーを LR ブロリーにね、ついに LR ブロリーにドッカン覚醒するという動画でしたということで、次回からはまた虹にね、虹チャレンジ、あと3つだからな、あと3体、あと3体虹をゲットして、ブロリーを虹にして、まあ、このブロリーシリーズは完ということで、完結、もう完ということで。